はい、こんにちは、海坊主です。今回はね、カート乗ってきました。まあレンタルカートと言われるやつですね。まあそれをとりあえず乗ってきたんですけど、もうすでにね、この編集やってる段階で腕がバラバラになりそうです。もうカートをやめてね、十数年経ってますけど、レンタルカートに乗るのもこの10年のうち多分2回か3回、それぞれね各自1回につき10周ずつって感じだったんでね。まあ最後にカート乗ったのがもう5年前。だからね、相当ブランクあったんですけどね。やっぱりね、インドア派だと手が持たないですね。10周のうちね、まあまともに走れなかったんで、まあそれはね、この後見てもらえればわかると思うんですけどね、散々な目に遭いました。で、今回走ったサーキットは栃木県真岡市にある井頭モーターパークですね。まあ俺がね、十数年前働いていた職場です。で、その職場になる前も散々ね、ここのサーキットで走り倒したところですね。まあ1周430メートルぐらいですけど、もう周回数でいうとね、多分余裕で1万周は超えてるぐらい走ってますね。そんな経験を積んでるサーキットでも久々に乗るとね、こんな風になるんだよっていうのをね、皆さんにお見せしたいと思います。あ、ちなみにね、もう元従業員っていうとね、あ、誰だねっていうのを気づいた方もいるかもしれないんですけど、一応ね、本名はまだ明かしてないのでね、ご内密にお願いします。俺の正体分かった人でも。はい、じゃあそれではね、早速アタック行ってみましょう。本日もよろしくお願いします。じゃあちょっと行くか。だいぶドキドキだけど、今29秒出るんでしょ。ここの危なかったよ。あ、これ、はいはい、すいません。はい、まあとりあえずね、最初に言っときます。風の余計のね、機能を要はオフにしてたので、ちょっと風切り音がうるさいかもしれないんですけど、勘弁してください。で、ちなみにね、俺が乗ってた頃とか働いてた頃はね、まだツーストカートだったので、レンタルカートでもね、全くもってね、このフォーサイクルの、ね、経験ってほとんどないんですよね。なので2サイクルと乗り方が違うっていう話なのでね、いまいちうまく乗りこなせてないけど、そこはご勘弁ください。じゃあね、とりあえずしばしご覧ください。
はい、とりあえずねこの週でガス欠しました。なのでねインターバルです。そう、このサーキットの攻める肝はね2コーナーなんですよね。まあ最初の頃ね何度かミスってましたけど、あの2コーナーってねこの入り口緩く出口きついんで、あのコーナリングしながらね減速しなくちゃいけないんですけど、それがね最初は難しい。本当2コーナーをね走れるようになっただけでねタイムがぐんぐんと上がるサーキットなんですよね、このレンタルサーキットで。ちなみにね俺は走れば走るほどタイムが遅くなっていってます。はい、再びねアタックです。攻め方の肝はねストレートはねそこまで膨らまないで大丈夫です。逆にタイム落ちるんでねインベタで曲がっていく感じですね。でそこからね1コーナーから2コーナーまでもそんなに膨らまない、もうぴったりくっついてくるのがベストラインだったんですよね昔は。今はどうなんだろう、今も同じなのかな。もしかしたらねコースはできる限りね惰性で走るようにするって言ってたから、もうちょっとね膨らんでもいいのかもしれないですね。はい、まだいけてますね。ちょっとアウト気味に入ってますね。はい、まあもうねポジションが合わなくてね手がね伸びきってたんですげえ運転しづらかったんですよね。だからもう手がパンパンになっちゃったんですよね、たった何周かで。はい、もう諦めてますねこの週は。いや本当にねびっくりするぐらいね走れなくなってましたね。なんだったらねレンタルカートのこの井頭モーターパークでやってるスプリントシリーズにね来年出てみようかななんて思ってたけど、いやいやいや、とてもじゃないけどねまともに走れないんでね出れないですねこれじゃ。もうこうやってね息抜きでゆっくり走っててもね意外と辛いですからもう戻っていいですかみたいな感じでしたからね。でまあちょっとしたことを注意的なことを言っとくとね、井頭モーターパークを走る上で注意しなくちゃいけない点が何点かあります。はい、これがタイムアタックラインってやつですね。最終コーナーアウトからインコーナーに向けてね斜めにインに切っていくっていう、まあだいたいね2コーナーのスピードが速すぎてね失敗するんですけどね。はい、注意しなくちゃいけない点、ここのヘアピンのイン側のタイヤですね。ここをタイヤが動かないように缶が打ち込んであるので、タイヤに触れるとね横転する可能性があるので、ほどほどに攻めてください。基本的にはねここの主ケインの内側のタイヤもそうです、当たるとねひっくり返る可能性があるんでね十分気をつけて運転するようにしてくださいって感じですね。で補足説明しとくとね、井頭モーターパークのレンタルカート走行は10周ごとに区切られてますね。だいたいね普通のレンタルサーキットだと時間で区切ってるところあるんですけどね、こちらの方は10周単位で区切られてます。ですのでね早かろうが遅かろうが一応10周走れます。時間で区切ってるとね早い人は何周もできるけど、遅い人はね本当に周回数がね少なくなっちゃうんでね、まあそういう点では井頭モーターパークいいかなっていう感じですね。誰でも10周できます。はい、次の走行ですけど、まあこちらはねかなりマニアックなレンタルカートとなっております。プレイングカート 50M、 マニュアルミッション付きなんですね。まあプレイングカートっていうよりもね、みんなだいたいアルファベットで呼んでましたね、 PK、 プレイングカートで PK なんですけど、まあ PK50M って言ってましたね。そう、なんとね昔無限がちゃんとカートをやってたんですよ。こういうレンタルカート車両とか、あとレーシングカート車両も作ってましたね。まあ有名なので言うと MFK っていうのがありましたね。フォーミュラーカートかな、確か。3ペダルなんですよね、それは。すげえなって感じでしたけど、カートでは珍しくスタンディングスタートでしたからね、レースは。本当に、後にも先にもスタンディングスタートやってるカートってあれしか見たことないんですよね。あとはね、ジュニア向けで RSO っていうエンジンがありましたね、無限の。早かったですね、あれも。まあ、そういう話はほっといてね。じゃあ、この特別なレーシングカートの走行映像を行ってみましょう。
で今度はねちゃんと風切り音対策をモードをオンにしたんですけど、カメラアングルがね若干下向いてたかなっていうのがあるんでね、ちょっと低いですけど、そこはちょっとご勘弁ください。まだ不慣れなんでね。で1周目はねタイヤを温めてる感じです。さっきのねホーストカートに比べてタイヤのグリップ力がねこっちのがないみたいなんでね、だからその分ちょっと滑るので最初はねちょっと温め気味に行ってます。それではこちらはねいい音しますんでね、音をお楽しみください。ここでねバテてます単純に疲れるんですよね本当に。ていうかさっきのねレンタル走行1回分もあるのでね、その分ね疲れてますこれねなんかちょっとガソリンが漏れてるかなっていう感じもあったんでね、ちょっと確認したけど漏れてなかったです。こっからはね1周おきのねインターバルで攻める感じになりますのでね、ご了承ください。
はい、ってことでね、以上がねカートの走行動画でしたけど、まあ本当にね久々に乗ったらひどいもんでした。全然ねタイム出てないです。しかもねどっちの車も同じです。ラップタイム32秒4でしたどっちの車でも32秒4。個人的なベストタイムで言うとね、PK50 の頃は30秒フラットが俺の限界でしたね。で PK50M の方はまあ当時履いてるタイヤがね、あのレーシングカート用のハイグリップだったんでね、とんでもなく食いついたんで、その時はね27秒台は出てました。まあさすがにね今同じ仕様っていうのは厳しいでしょうね。もうだいぶお年を召してるカートなので、フレームとかねその状態があまりよろしくないので、やっぱり当時と比べると。でとりあえずね施設紹介っていうことで、その上にレンタルカートコースがあって、下の方にねレーシングコースっていうのがあるんですよね。そちらの方ちょっととりあえずね映像だけ見てもらいましょう。ここのね先にあるんです。こちらがねコントロールタワーから見た前景って感じですね。できた当時ねレーシングカートがまあメインで走ってたんですけど、今はねどちらかというとミニバイクの方が多いみたいですね。わからないんですけどね、栃木県でミニバイク走れるところってあんまりないみたいなんでね、だから結構栃木県のミニバイクユーザーはここで走ることが多いみたいです。これはね俺が働いてた当時に走ってた人から聞いた感じです。今はどうだかわかんないですけどね、もしかしたらねここから全日本に羽ばたいていった人もいるのかもしれない、いないのかもしれない、それはどうなんだいっていうところですけどね。まあ関東でねミニバイクっていうと多分秋ヶ瀬が有名ですよね。ノリックとか、あとは加藤大二郎選手とか、そこら辺の方々がね有名どころが育っていたところです。まあ今はねミニバイク以外も走行できるみたいですね。だから結構大きなバイクね持ち込んで走る方もいるみたいです。まあ間違いなくスピードはそんな出せないでしょうけどね。で意外と懸念事項だった1コーナー部分はね再舗装してちょっとはフラットになったみたいですね。ちょっと前までかなりへこんでてね、それこそ頭1個分なんていうんですかね、バイクの人が走ってるとね頭1個分ぐらい下がってたんですよね。あれおっかなくねえのかなって聞いたらおっかねえって言ってましたけど、まあ5年前でそんぐらいだったんでね、最近もっとひどかったんでしょうね。で要はもうそこで再舗装っていうことになったみたいですね。まあこちらはねレーシングカートコースのクラブハウスですけど、ちょうど俺が就職した年にできたんですよね。そうこの井頭モーターパークに就職した年にできてね、その頃から見た目は全く変わってないですそのなんか物の配置とかもね、まあ並べてあるものはさすがに違いますけどね。でレーシングカートコースに顔出してね何をやったかって言ったらね、その次の週にねレーシングカートをレンタルしてみようかななんて思ってたんですけど、まあ試しにね座ってみたんですよ。そしたらね走り終わった後あざだらけになりそうなぐらいキッツキツだったので、だから俺の体型がね足かせになって乗れないっていうことでした。だから乗るためにはねちょっとダイエットが必要かなっていうところです。まあほっとした部分もありましたね。レンタルカート乗っただけで両手がね崩壊しそうになったので、はい、ってことでね今回は以上になります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。